ちょっとは運動になったかもな。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。ダメだ、こっちにも警察が。どうすんだよ。仕方ねえ、こっそり忍び込むか。ジュン、お前はここで待ってろ。もしバートーの連中が来たら、近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろう。ああ、分かった。Thank you.
と。
これは。ん？こいつらどこかで見覚えが。大手。え？そんなはずは。本当だ。よえな。社内の大会で優勝したって言うから期待したのに。参ったな。将棋クラブとか入ってんの？別に教わったわけじゃないし。ま、生まれ持った才能ってやつだね。おい。あ、赤いとのおっさん。何やってんだ？暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ。行くぞ。手がかりが手に入った。行くってどこに？次の調査だよ。おお、わかった。はい、何でしょう。お前パソコンとか詳しいよな。燃えちまったハードディスクのデータを確認したいんだが、できるか？状態によりますが不可能ではありませんね。お、なら頼んでいいか？できれば急ぎで。ええ、お安い御用です。怪盗さん、今度はどんな事件に首を突っ込んでるのですか？ああ、そうだな。一応お前には話しておくか。他にも調べてもらいたいこともあるし。実はな。なるほど。半グレ愚連会に夏目家の放火事件ですか。なかなか興味深いですな。怪盗さん、例のハードディスク、高速バイク便をそちらに向かわせますので、すぐに送っていただけますか？届き次第解析してみましょう。おう、分かった。頼むぜ。それじゃ張り込みに行くか。お前の母ちゃんが現れるかもしれねえ。張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけど、すげえ退屈なんだろ？嫌なら事務所で待ってたっていいんだぜ。いや、俺も行く。行こうぜ、カイドのおっさん。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。なあ、俺たち旗から見たら変じゃねえか。そうか、野球の試合帰りの親子にしか見えねえだろうか。うん、そうかな。お、あいつは今出勤したところみたいだな。なあ、本当に母ちゃん来るのか。分からん、だが可能性はある。ミキコが次に剣持を狙ってるんだよな。それじゃあしばらくの辛抱だな。火貸してくれよ。うん、同じだな、タバコの銘柄。言ったろ、未成年だろうが。やめとけ。しゃ、さて、ちょっと場所変えるか。なんでだ。同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろ。それと服装も変えるぞ。よし、つけてみよう。この前話しとったジジイがおるやろ。立ち退き拒否しとる一人暮らしの頑固じいや。うんうん、どうなったの。孫みたいに可愛がっとる犬子がおんねん。あれさらってやったわ。かわいそうだよ。でな、じいさんにホットドッグ届けてやったね。それじいさんに食わして
犬の肉や言うたらゲロ吐いてめっちゃビビっとった。シューちゃん、冗談の趣味悪いってば。その犬、生きてるんだよね。ああ、犬は西尾が可愛がっとるわ。よう懐いとる。じいさんが言うこと聞いたら返してやるつもりや。西尾がな、毎晩合コンやっとんねん。あいつ女が欲しくて必死やねん。かっこ悪いわ。メンズエステとかすごく行ってる子だよね。せや、男磨けば女の方からやってくるもんやが。あいつは中身があかんねん。心が汚いねん。エステで顔磨く前に心磨かなあかんわ。今度グレン会で滝にでも打たれに行くのもええかもしれんな。でも心が綺麗になったら半グレとかやってられないんじゃない？何言うとんねん。俺らは汚いことなんか何もしとらんで、半グレなんて人が勝手に言うとるだけや。俺らはな、ただの仲良しグループやね。寄付なんかもしとるんだって。そうなんだ。確かここに怪しいやつや。大丈夫。確かここに何もないか。話せよ。その人嫌がってんだろうが。ん？ああ？ガキは引っ込んでろ。話せってんだろ。純のやつ、たく仕方ねえな。このガキは。早く行きなよ。ありがとう。邪魔しやがって。
こりゃしつけてやらねえとな。待て、そいつは俺の連れだ。文句なら俺が聞いてやるよ。んだてめえ、こいつの親父か。だったら親子まとめて教育してやるよ。ぶっ飛ばしてやるし、うりゃおっさん悪い、剣持を追わなきゃいけないのに。そうだな、だがお前がやったことは正しい。だから気にすんじゃねえ。そうか。それに剣持はまだこの近くにいるはずだ。急いで探すぞ。ああ、そこだ。死んだ足崎おるやろ。あいつがあそこにピアスしとったらしくてな。あれ、貸すんとき外すんかな。普通は外すんじゃない。せやけど葬儀屋かてそんなとこまで見いひんやろ。お稲荷さんの裏側やし気づかれんのちゃう。お稲荷さん知らん。お稲荷さん、あそこのこと、そういうやろ。え、耳たぶってお稲荷さんって呼ぶの。もしかして大阪の方言。おいおい、かまととぶるなや。かまとと、あかんあかん、ジェネレーションギャップか。お前には教育が必要そうやな。ああ、
兄貴、あいつらっす。ん？あ、さっきの。お前か。俺の後輩を可愛がってくれたのはよ。お礼に来たぜ。死ねえや、俺は。ねえ、もうめんどくせえな。それどころじゃねえが、仕方ねえ。速攻で片付けてやる。やらせてもらうぞ。手間かけさせやがって。純、急いで剣持たちを追うぞ。俺のグレン会もでかくなったもんや。最初は9人かそこらの大学のサークルやったやで。すごいよね、しゅうちゃんのことを慕ってたくさんメンバーが増えたんだよね。さや、グレン会はなフラットやからな、上下関係とかないね。そこがええらしいんや。みんなニックネームで呼び合うんやで。俺はな、上下関係とかそういう堅苦しいの嫌いやね。そうなんだ。グレン会のメンバーはみんな友達や。一緒に飯食って酒飲んで旅行にも行く。困った時は助け合う。仲間傷つけたやつは許さへん。仲間傷つけるやつがおったらみんなで一緒に袋叩きにすんねん。せやけど入るも抜けるも自由、縛りもあらへん。それがルールや。じゃあ抜けた人は仲間なの？もちろんや。せやからカムロ町でグレン会の OB 殺しとる女は必ず見つけ出してぶっ殺さなあかんねん。生きたまま皮剥いで、その皮目の前で犬にでも食わしたるわ。楽しみやわ。偉いね、しゅうちゃんは。友達を大切にするんだ。なあ、あそこって何？なあ、お前は知らなくていいことだ。ん？あれってどうした？
あ、やっぱ母ちゃんだ。なんだと？きっと剣持のやつを尾行してたんだよ。まずい、罠だ。え？剣持の野郎、わざと尾行させてミキコをおびき出したんだよ。話せ！ミコさん！どうする？もたもたしてられねえ。勝ち込みだ。マジで？俺はどうすれば？危ねえから、お前は事務所に戻ってろ。分かった。母ちゃんのこと頼んだからな。おい、お前センダか？バトンとこの。カイト、なんでてめえが。ミキコと一緒にいたよな。どういうことだ？ミキコさんを依頼人を守るためだ。それじゃまさかお前らの依頼人ってミキコだったのか？ああ、そうだよ。詳しい話はあなただ。ミキコはどこにいる？ミキコさんなら上に連れて行かれた。やられたぜ、このホテル。クレン会の島らしい。だとすると厄介だな。カイト、すまね、頼む。あの人、ミキコさんを助けてやってくれ。言われるまでもねえよ。早速現れやがったか。やらせてもらうぜ。